死体発見時のことを話してくれ。食堂は施錠されていました。確かに食堂に鍵はついていますが、普段施錠することなどありません。ノックしたのですが返事はなく。そこに私が来たのです。万一のこともあるから鍵を開けてみたらと勧めたのです。マスターキーで扉を開けると中は恐ろしいことに。エヴァ様、秀吉様、ルドルフ様、キリエ様、ローザ様、そしてゲンジさんの計6人が血まみれになって倒れていたのでございます。それであとは大騒ぎだ。全員が食堂に集まった。思い出したくもありません。それぞれの親の亡骸にすがり泣き叫ぶ子供たち。ひょっとしたら生きているかもと、みんな懸命に揺さぶってたぜ。しかしダメでした。お子様方はそれぞれ自分の親が間違いなく死んでいることを確認なさいました。僕と南條先生は源氏様が死んでいることを確認しました。むごたらしい殺され方でした。私でなくとも誰も剣士は謝りません。犠牲者はみんな即死だったろうね。食堂内を調べた結果、扉も窓も全て施錠され密室であったことが分かった。そして食堂内から不審なものは何も見つからなかった。もちろん食堂内に何者かが隠れているということもなかったよ。隠れるも何も、私たちは今ここに全員がいるではないか。誰も隠れていないことは明白だ。でも父さん、となるとおかしいよ。殺された6人、食堂は密室、どうやって殺して逃げたんだ。考えたくはありませんが、マスターキーを持つ使用人が怪しいでしょう。6人を殺しマスターキーで施錠して食堂を出た。妥当な推理だ。とんでもありません。マスターキー以外の方法で外から施錠する手段は存在しないわ。うん、これじゃダメね。赤き真実で語るわ。全ての扉の施錠、解錠はマスターキーでしか行えない。もちろん部屋の内側からはマスターキーがなくても施錠、解錠が可能だそうよ。他に質問は？マスターキーの他にも各部屋固有の鍵があるはずでは。本来なら存在するわね。でもゲームが複雑になるので排除させてもらったわ。赤き真実、マスターキー以外の鍵は存在しないこととする。つまりこのゲームに登場する全ての施錠はマスターキーでしか開け閉めができないってわけか。そうなるわね。実にシンプルなゲームだわ。となれば次はマスターキーの本数と所持者を確定せねばな。マスターキーは合計5本、5人の使用人が1本ずつを持ってる。特別な方法で管理されていて、マスターキーは常に身につけられており、奪うことも譲渡することも自分以外の人間が使用することもできない。なんだそれ。それはもはや鍵ってより指紋認証システムみたいなもんだな。面白い例えよ。つまりこのゲームの世界ではマスターキー云々ではなく、使用人5人にしか開閉はできぬというわけだ。ゲンジさんのマスターキーを回収しようとしたんだが、どうにもならなくてね。後のトラブルを予防するため源氏のマスターキーを破壊しておきました。
僕様の部屋は施錠されておりました。食堂の時と同じです。皆さんの許可を得て私が鍵を開けました。部屋の中にはクラウス様とナズヒ様が倒れていました。南條先生がすぐに脈を取ったぜ。そして二人とも即死だったと宣言した。はい、私が二人の死亡を確認しました。あれは間違いなく即死でした。私は何かの手がかりがないか部屋中を探し回ったよ。その結果窓も扉も完全に施錠されていて密室だったことが分かった。またしても密室、またしてもマスターキーを持つ私たちが疑われることに。しかしご安心を。奥様に疑われていた私たちは互いを見張り合っていたのです。私たち使用人全員は常に一緒におりました。僕たち使用人全員はそれぞれが使用人全員のアリバイを証明できます。こりゃ面白い。今度はさらに完璧な密室だって言いたいのか。最初の密室には全員にアリバイがなかった。そして今度の密室には全員にアリバイがあることになっている。この世界では使用人たちそのものが生きたマスターキーとなって、その使用人たちのアリバイが完璧である以上、夏日の部屋の施錠は不可能だぞ。僕たちは現場を保全することにした。外からガムテープでベタベタと窓や扉を封印したよ。きっとこの部屋に犯人の何かの手がかりが残ってるはず。警察が来るまで絶対誰の出入りもできないようにした。となりゃ食堂も同じだ。俺たちはさらに食堂も同様に封印した。そもそも屋敷自体を保全するべきではということになりましてな。屋敷自体にも封印をし、私たちは全員ゲストハウスへ避難しました。屋敷全体に封印？窓全部をベタベタとか？はしごをかけて3階の窓までか？ゲームが複雑になるので単純化するわ。全ての窓には鉄格子が入っており、窓からの出入りは不可能である。よって玄関と裏口の2つの扉を封印するだけで屋敷は封印できることにする。なるほどな、そりゃ簡単だ。どう考える？夏日おばさんの部屋にいた2人を殺すこと自体はたやすい。ノックをして開けてもらえばいいだけの話だ。しかしその後に施錠ができない。施錠は使用人にしかできないわ。使用人全員にはアリバイがあるぞ。使用人全員がグルって可能性さえなければな。俺はそれより第一の番をまだ疑ってるぜ。食堂で死んでいた6人の誰かが生きていて犯行を、ということか。エリカの影響でな。どうにも剣士ってやつを疑わずにはいられねえ。つまり最初の食堂の6人の犠牲者の誰かが生きていたと。ああ、そしてその後クラウス夫妻を殺した。そして内側から施錠し室内に隠れていて木を見て逃げ出したんだ。うん、筋の通った推理であるぞ。赤で語るわ。第一の番の犯人は確実に6人を殺している。ならばわらわも青き真実で追求しようぞ。密室の正体はこうだ。犯人は内側から施錠し夏日の部屋内に隠れていたのだ。そして一同が退出した後木を見て脱出した。いいわ、赤で否定する。一同は退出と同時に部屋を封印した。その退出に犯人は加われない。そして夏日の部屋、食堂、屋敷のすべての封印は決して破られることはない。ってことはつまりベッドの下に隠れて後でこっそり抜け出すというトリックは使えないってことなのね。面白い。なかなかだぜ、ベルンカステル。どうも。
用事で表へ出たシャノンちゃんとカノン君がいつまでも戻らないんだ。ジョージ兄さんが騒ぎだし、全員で外に出てシャノンたちを探すことになったんだ。シャノンさんはバラ庭園に倒れておりました。おいたわしや。生きててくれと願ったさ。でも僕は彼女が死んでいることを認めなければならなかった。無論私も検視し彼女の死亡を確認しました。二人が出かけた時、私たちはゲストハウスの戸締まりを確認するためにいろいろとやっていました。だから私たちにはみんなアリバイがないのです。僕が殺すものか、僕に殺せるものか。うん、ジョージお兄ちゃんには殺せないね。うん。その後ジョージ兄さんにだけはアリバイがあることが分かったんだ。シャノン殺しに限ってはジョージ兄さんには不可能なんだ。逆に言えばジョージの兄貴以外なら誰にでも殺せたわけだ。犯人に悪用されるのを防ぐため、シャノンさんの持ってたマスターキーはその場で破壊しました。シャノンが殺されると同時にカノンは永遠に行方不明となるわ。以後カノンは殺されたものとして扱う。カノンのマスターキーも破壊されたものとして扱うわ。まあ無粋だから割愛するけど、シャノンが死んだんだからそういうことになるわよね。つまり死体はなくともシャノンとカノンは同時に殺されたという解釈でよいのか。そうなるわ。ふん、順調に事件が進んでいくな。ゴーダさんも熊沢さんもこの傷では即死だったでしょう。むごたらしい死に方です。この傷で生きてるわけあるもんか。死んでるよ、ゴーダさんも熊沢さんも。戸締まり確認とか見回りとかいろいろやってたからな。今回もまた俺たちには全員アリバイがない。そんなことはないよ。見てごらん、あんな殺し方をしたら絶対に犯人は帰り血を浴びるはずなんだ。でもいとこ全員も、そして南條先生も帰り血は浴びてないね。私たち全員は、つまりいとこ4人と南條先生には合田さんと熊沢さんは殺せないとなれば、犯人は俺たち以外の誰かであることは明白だ。何者かの侵入を疑って調べたけれど、ゲストハウスの戸締まりは完璧だった。犯人はやはりマスターキーを持っているのかもしれません。それはありえねえぜ。マスターキーはもうここで死んでる二人の二本以外存在しない。現存する二本のマスターキーがこうしてゲストハウス内に残っている以上、ゲストハウスは完璧な密室なんだ。完璧でないから人が死んだんだけどね。
でる、殺されてる。僕でさえこれは即死だったに違いないと一目でわかるよ。戸締まりは完璧だよ。密室なのにどうして？じゃあ俺たちの中に犯人がいるってことになるぞ。それはありえない。状況から判断して私にもマリアにもバトラにもジョージ兄さんにも南條先生は殺せない。そもそもゲストハウス内で南條先生を殺すことは不可能なんだ。しかもこれを見ろよ。つまりこいつは南條先生がゲストハウスを出ていない証拠だ。じゃあ南條先生は殺せないってことになるね。なのになんで殺されてるの？